はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、闇のデッキ破壊ウイルスという史上最強カードを皆さんご存知でしょうか。これ謎に規制がずっとかかっていたんですが、先月の10月の頭ぐらいの規制解除によってこれ3枚使えるようになりましたということで、まあ、誰一人使ってないんですけど、これを使っていこうと、思ってます。闇の実写化ウイルスが何をするかっていうと、これなんで制限になったんだっけな、なんかルーンを売りたかったからとか、なんかそんな感じの理由だったっけ。なんか大して別にこれ制限する必要あるかっていうカードだったんですけども、自分のフィールドの攻撃力2500以上の闇属性モンスター1体リリースして、カードの種類魔法トラップどっちかを宣言して、相手のフィールドのマジトラップカードを相手の手札、相手のターンで数えて3段の間にドローしたカードを全部確認して、それを破壊すると。魔法か、まあ、トラップカード、どっちか1枚やったら破壊できる。まあ、2枚発動すれば、まあ、2種類破壊できる。みたいな感じの、カードになっていますと。まあ、正直、これドローしたカードしか組まないんで、なんかサーチしたカードとか含まないんですよ。だから、そこがすげえ弱いところだなと思って、僕は使いにくいからだと評価してるんですけども、まあ、もちろんね、打てれば強いタイミングもあるわけです。相手のデッキによっては。はい。なので、今日は、この闇のデッキ破壊ウイルスをぶち込む、ための、まあ、ギミックとして、まあ、いろいろあるんですけどね。まあ、やっぱ闇属性の2500以上のモンスターを用意しなきゃいけないんで、まあ、基本的にはその B ステットがめちゃくちゃ相性がいいということで、B ステットフル導入ですね。あと、ハオリの魂。このハオリの魂は、ザークがそもそも適用してるのと、ザークから分裂するモンスターが結構、コストとして優秀なんで、まあ、この辺が結構簡単に、まあ、リリースできるかなっていうところで入れてるのと、あと、相手のモンスターをリリースして撃つこともできるんですよ、これ闇のデッキ破壊ウイルスって。これがあれば、シャドウディストピアがあれば。なんで、シャドウディストピアを、まあ、アフリマとかメタバースとか、この辺で発動して、相手のモンスターをリリースしてこれ撃っていくっていう動きも想定しています。はい。なんで、この辺が入ってる。で、一応、シャドウディストピアが入ってるから、まあ、これ全部フィールド上のモンスター闇属性になるんですけど、全部フィールド上のモンスター闇属性になると、超有効がめっちゃ強く打てるということで、これが入ってるっていう感じですかね。はい。まあ、ちょっと、刺さらない対面には本当に刺さらないですけど、このカード。刺さる対面にはガン刺さりするっていう面白いカードなんで、早速、分回していきたいなと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。いや、闇のデッキ破壊ウイルスってさ、本当に規制する意味あったの皆さん思いますか？なんか別にさ、規制する意味なかったよな、あれ絶対絶対に別になんか、このカードがクソ強いと思ったことないんだよ。まあ聞く対面には聞くし、なんかその打たれたらうざいなと思うことはあるけど、別になんかクソほど強い、これ絶対リミット1にしなきゃみたいなカードではない気がするんだよね。どうなんですかね、それ。はい、まあ、というふうには僕は思っているんですけれども、あれだったんだかな、確か、なんかルーンとかが実装される地位だったんかな、多分。これでなんかルーン売りたいとかそんな感じだったんだから、ちょっと覚えてないや。なんかなんで規制されたのか。わかんない、確か結構なんか謎の事前規制だった気がするんだよね。とりあえず、ビーステッドドルイドブルム君を、サーチして、で、まあ、ハオーリーの魂はぶち込んでいきましょう、とりあえずね。ハオーリーの魂の効果を発動。ハオーリの魂によってデッキからライフを半分支払い、レディー・オブ・ザ・ラビリンス。何レディー・オブ・ザ・ラビリンス、なるほど。え、これ最強じゃね、これメタバースさ、これさ、え、これ待ってやばい、ラビリンス相手これ結構有利だろ。ラビリンス相手はちなみにトラップ宣言したら闇デッキでね、トラップ全部破できるんだけど、シャドウ・ディストピアでしょ。まあちょっとロールバックがあるとちょっとめんどくさいぐらいかな。で、レディー・オブ・ザ・ラビリンス君が特殊召喚されました。で、覇王竜ザークが特殊召喚されます。で、これで一応魔法カードを一応使うと、なんか変身するかもしれませんよっていう脅しがかかりますね。はい、一応。はい、さあどうする、どうするよ、どうするよレディーこれ闇デッキ見えてんの地獄すぎだよ相手セット、はい、セット、はい、セット、はい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 、オッケーです、オッケーです、オッケーです、あ、オッケーです、オッケーです、これやばい、あ、ちょっと待って、先にちょっと待ってね、一旦シャドウディストピアの効果使って、リリースされてないから今はだから0枚でしょ。で、ここで闇のデッキ破壊ウイルスを発動、君のモンスターをリリースして、トラップカードを宣言
神ゲーすぎ。でもデッキ赤イルス決まった時だけはマジで強いな。刺さんないデッキにはもうとことん刺さんないから、正直決まった時だけマジで気持ちよくなれるタイプのデッキですね、これね。言うてなんか結構ソック魔法とかも多いんで、割とその闇のデッキ赤イルスって魔法カードって言ってもなんかチェーンされるとか結構あるんですよ。なんでなんかそんなにまあなんだろうな、強いあのカードだとはあんまり思わないんですけども、シャドウディストピアの効果が結構強いっていう説はありまして、はい、一応闇属性モンスター用意はできるので、まあ、ドローフェーズにぶち込んでいきます。さあ、覇王竜の魂の効果を発動。覇王竜の魂によって、エクストラデッキから覇王竜ザークを特殊召喚、まあ、どうでもいいか。はい、ザークは闇のデッキ赤ウイルスのコストになるのか、それともハオリの魂で変身するのかどっちかって話がある。さあどうする。魔法カードを使うと変身することができるぜ俺は。さあ、マスターケルベロス何これこれ絶対変身できるやつよ。ペンデラムテーマをねスケールに貼るのが魔法カード扱いなんて効果が、なんでこれ絶対変身できる。 OK で変身できました。これさ待って、これさあのデッキ魔法しか入ってないでしょ多分だけど、あのデッキ魔法しか入ってない。まあ、クリスタルウィングシンクロドラゴンの方がいいな。クリスタルウィングシンクロドラゴン出す。で、ブレイブアイズペンデラムドラゴン出す。はい。で、覇王国リオットアイズリベリオンドラゴン出す。で、スターブメレンプレーターフュージョンドラゴン出す。で、これで、待って、これマジでさ、これ発生権者でしょ。これ魔法カードを言うたらいいでしょ。これで。コストはこれとかでいいか。どれでもいいな。はい。どっちにしようかな。魔法カード。これ。ガンサザリ来た。ガンサザリ来た。今世紀まれに見るガンサザリブーム来た。やばい。今世紀まれに見るガンサザリブーム来た。やばすぎる。やばい、さっきねラベリンスだってね、マジでガズダリムーブ したんだけど、これ2回目の今世紀2回目か。グリモの魔導書って黙れバカが、おらやば遊戯王おもろ、マジで遊戯王相手おもんなって思ってると思うけど、相手は多分はこのゲームおもんなって思ってると思う。いやシャドウディストピアやっぱ結構おもろいですね。なんかまあ強くはないです、ちなみに言っときますけど、強くはないけど面白い。やっぱりこのテーマはなんかそのまあリリースコントロールっていうね、いわゆるあのデッキタイプにしてるんだけど、あの他にもね、あのラビリンスをくあの入れて、であの闇のデッキ赤ユーリスをカクテルセットしてくるみたいなね、あのそういうまあ構築もあるんですけど、ラビリンスはこの間動画にしちゃったし、なんか同じようなデッキになっちゃうから、ちょっとなんか違うデッキにしたいなと思ってシャドウディストピア久しぶりに引っ張ってきたんだけど、シャドウディストピアはねやっぱね面白い、非常に。まあ別にそんなに強くないけどやっぱシャドウディストピア超融合とかをねあの決められると結構楽しいですよね。はい、非常に。とりあえず相手のデッキは展開が長そうということだけは言える。なんだっけ、あのシャークさんのエアロシャークでの先行ワンキルだけ本当にうんこすぎるんですけど、まあいいデッキだとは思います。このテーマも非常にね、なんか宇宙が巻き起こってるな、宇宙展開が巻き起こっとるということだけは言えるわ。あ、デッキ全部掘り切られた強デッキ全部掘り切られた問題が発生中。さあ、待って、毒ジャオベノミノン、はどういうこと、毒ジャオベノミノン飛んできたぞ。ライトロードサモナリミナスムーブはまあいいんだけど、なんか毒ジャオベノミノンってどういうこと。ブレイバーでこれあれってことかな、多分竹光カードからの、あーターンスメインフェーズで1スキップしてんのか、なるほど。燃え竹光発動して、俺竹光、あ、神と竹光装備する、で燃え竹光のほうやってメインフェーズ1がスキップされます。僕のメインフェーズ1がスキップされます。でトロイメアグリフォン、はいはい、なるほど、トロイメアグリフォンの効果を発動。トロイメアグリフォンは手札を1枚墓地を送ると、墓地のトラップカードをセットできる、
召喚制限猛突するモンスター。いやいや、これベノミ、ベノミの、これもしかしてさ、ベノミナーガ様爆誕させようとしてる。あ、トラップトラックね。はいはい、爆破されました。で、セットするのは邪神降臨。なるほど。で、邪神降臨が発動され、ベノミノンが破壊されたんで、デッキからベノミナーガ様打点500引く。ベノミナーガ様打点引く。で、2体でリトルナイト。なるほど。はい、わかりました。で、リトルナイトの効果によって、はい、で、リトルナイトの効果によってリトルナイト退場。なるほど。お、なんか謎の深淵の双剣竜とかいう最強モンスター出てきた。深淵の双剣竜の、を特殊召喚して、これベノミナーが大丈夫。あいつ戦闘では破壊されるが、あー、うざっ。ケルドー強。ケルドーの効果によって双剣竜があれか。うわ、うぜえ。うわ、戻された。最悪。俺の深淵の双剣竜が、くそ。これわからない。これ何が起きるんだろう。で、ベノミナーガ様は、何の効果も受けないんだけど、これ打点がそもそも500なんだよね。召喚制限モードするモンスター、まあいいよ、いいよ、それはいい。あの、攻撃可能なモンスター攻撃しなければならないっていう効果、はいはい、OK です。で、トランザクションロールバック効果、お邪魔、あーやばい、お邪魔トリオ、あははは、トークンが3体出てくる。で、召喚制限モードするモンスターで、このターン俺は攻撃しなければならない。あー、で、バトルメインフェーズ1スキップされるからバトルフェーズに入らなきゃいけないと。え、やばい。え、これもし、え、待って待って、これ俺ベノミナーガに突っ込まなきゃいけないの、これベノミナーガに突っ込まなきゃいけないの、マジ。やばい、あいつはハイパーベノムカウンターが3個壊れるとデュエルに勝利するぞ。まずい、やばい、止められない、止められないぞ、やばい。まずい、ハイパーベノムカウンターが3つ置かれてしまう。あー、まずい、助けてくれ。うわベノミナーが特勝利するの初めて見たわ。